今日は念願かなってオアシスハウスにハニーさんにお越しいただきました。きちっとご紹介したいと思います、うん、ジョイジョイジョイプランを今から始動させようともうやる気満々のミツバチハニーさんこと船橋康樹さんです、はい、今日よろしくお願いいたします。ダイヤもいるんですが、はい、はい、いやジョイジョイジョイプランの話、私はいろいろ伺ってたんですけども、まだまだ知らない方がいらっしゃると思うので、はい、ラジオ用に音声で短めにちょっと教えていただけたらと思います、はい、お願いします。まず結論から言って何それになるんですが、はい、たった1枚のステッカーで世界74億人すべての命を幸せにしちゃおうっていうプランです、はい、ですよね、はい、でなぜ1枚のステッカーかそうなるかって話でしょ、うん、あ、もう一回ステッカー見せてください、はいはいね、動画でぜひ見ていただきたいんですけども、はい、すごく可愛らしい丸いステッカー、ミツバチくんが綺麗なお花のところで蜜を吸おうとしてるそんな絵なんですね、はい、この1枚のステッカーが実は、はい、周りに Love We Do Love Us Do Joy 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 Green Engagement と書いてあります。うん、でまあ、英語でっていうのは世界に通用するためなんですけども、そうですね、はい、でこのたった1枚の丸いステッカーが地球全部変えちゃうかもしれないポテンシャルを持ってるってことなんですよね。 そうです、はい、それを今説明します。お願いします、はい、でまあこちらでスライドを置いてますけど、はい、で僕はミツバチの活動をしてきました。その前は地球環境のコンサルタントをしてきました。そうですよね、ずっと会社の社長さんだったんですよね、はい、でも12歳の子が来て、で子供がみんな病気になると、はい、大人は誰一人人生を教えてくれない、生き方を教えてくれない、はい、ハニーさん子供たちを助けてくださいという叫びをした。でそれに僕はもう胸打たれて、でそれまでのコンサルタントの社長をバンと辞めた。で辞めるきっかけが、はい、このミツバチに出会ったということなんですね。ミツバチを育てているご老人だったんですね。そうですね、76歳の老人が、はい、僕にミツバチを見せて、はい、でミツバチの姿を見て羽音を聞きながら、この子たちがやがていなくなる、はい、でそしたら人類は滅亡する。なぜなら受粉ができないから食糧危機になる。食糧危機だけではなくて水も食べ物も空気もなくなるということは、はい、人類が存続できないと。でそれまでもうあまり時間がないんだということを、60年ミツバチと暮らしてきた老人が僕と語った時に、僕はバーンと稲妻をした。でそれは今まで環境問題をとことんやってきたんです、やってきたからこそ分かった、つまりミツバチを先生にして全て伝えたならば、全てうまくいく。要するに環境の問題だけではなく、食糧危機の問題ではなく、世界平和までいく。なぜならば、はい、生まれてこの方ミツバチのお世話になったことがないと言える人は一人もいないからです。空気を吸ったことがあるならば、はい、水を飲んだことがあるならば、食べるものを食べたことがある、はい、ということです、はい、でそしてで、ミツバチを先生にということで、このプラン、はい、プランをスタートさせた、はい、はい、で、よく僕が話しているミツバチが行ってお花に行って、蜜をもらって、受粉をして、でなった実を鳥が食べて、でゴリラとかゾウも食べて、でそれをうんちと一緒に種を大地に落とす、はい、そこから新たな芽が出て森が更新される、はい、でその森が呼吸をしてくれるから CO2 を吸収し、酸素を僕らに供給して、ね、今みんな空気を吸っている、うん、そしてでその根元が深く張っていて、これが森は自然のダムと言われている、アマゾンも熱帯雨林も、はい、でそれがあるからこそそこを巡った豊かなお水が湧いて出てくる。このミネラルタップのお水を飲むから僕もこうやって元気になってきた。そうですよね。でそれが川に注ぐから生態系が生まれて、はい、でそれが海に注ぐから生態系がある。これは魚とか貝とかエビという形で皆さんがいただいて、その前の森の物語の中では木の実とか野菜とかそういうもの、はい、そして家畜の餌も全部ミツバチの受粉ですから、肉もそこから得られているということですよね。だから でそれが蒸散すると程よい雲になって、また雨となって私たちのところに雨を降らして恵みの雨をくれる。でこの全体の流れの中にただただ僕らは生かされている。そうですよね。でこれが分かったのが古事記の世界に伝えてみる今野先生という方がすごく僕を、はい、なんか応援してくださって、で先生の講座で僕も話させていただいたんですが、はい、その実は古事記の中にこのことが書いてあった、そしてこの循環を人間は誰もここに手を入れてはいけない、はい、ここに邪魔をしてなりませんということが書いてある。ただそこに一つなぜか昔の文章ですからね、あれですけど言い方が、人間のこう進歩のために何かを発明した人の
発明がたまたまこれを阻害する状態になっても、はい、その人に絶対責めてはならないということも書いてあるんですよ。はあ、だから僕も誹謗中傷反対運動から何も起きないってことをずっと言ってきた、はい、うん、でそのエネルギーをあの楽園を作る方に注いでほしいと、うんうん、でそれ皆さんが人生を損する方だねっていうことを言ってきました、はい、でこの循環は実はこの僕がさっき話した病気を経て分かってきたのはこういう構造でたったできてるってことです。はい、でそれが上位する甘える委ねるたったこの3つの構造で自然界はできています、うん、っていうことに気づいてきた。上位はミツバチは人間を食わせるために受粉してるんじゃないですか、はい、うん、つまり自分の命をただただエンジョイしてる全ての生き物が、はい、要するに花は人間の目を楽しませるために美しくラッパ型に咲いてるわけでございます、うん、遠くに現れたミツバチの花をとここで受信してここで響かせて甘い蜜をチュッと出す、それにミツバチがやってくるから受粉をするというこの甘い合いの、はあ、じゃあこのラッパ型になっているから反響するわけですね中で。 それをキャッチするんだ。あと入りやすい、動きやすい、それから花粉をつけやすいということですよね、うん、でこの関係性があらゆる生き物の中で成立している、うんうん、そこで人間関係ないですね、うん、全くというか人間も本来その中にいた、はい、例えば縄文時代、はい、うん、ところがその、いわゆる何か権利とか価値とかお金というのにどんどん物事が重きを置いていくときに出てきたのが何甘えてるの、甘えちゃいけないでしょ、お兄ちゃんでしょ、何度でしょ、ね、はい、自己実現とか、 なんか自立とか、うん、しなめられてしまいます。しっかりしなさい、はい、そうではないです、甘えてなんぼの世界なんです。そうだったんだ、うん、で、はい、でジョイというところは自分の本音を生きるということです。社会の建前、はい、世間の目、うん、それからいわゆるその成功者のルールみたいなものを生きてるから苦しいんです。それは自分の生まれてきた本音を生きてないからです。ただただみんなが本音を生きれば世界は勝手に幸せになるんです、はい、自分の本音の中に地球を汚してやろうっていう気持ちがある人はいません。ミツバチを殺してやろうっていう気持ちで生まれてきた人は一人もいないんです、はい、だから本音を生きてなくてお金っていうことに苦しみを持ってしまうとこれを掴んでいく過程の中でそういうことをしてしまう。あ、場合によって知らず知らずにそのものを買ってしまうということになりますね。でつまり委ねるということはその2つをやるために絶対大事なんですね。で、はい、で分かりやすく言うために自分をとにかく最高の幸せの状態にしてくださいということを今伝えています、はい、心身ともに、つまり自分の体と心を最高にしようとしたときに、うんうん、そういう農薬化学物質危険なものを自分の体に取り入れようとしますか。しないです。ですよね。でそういうとてつもない環境下に身を置きますか。置きません。でしょ。そうということがもうチョイスの始まりになってるんです、はい、ただただ自分を幸せになる、あなたが幸せになればあなたの家族は幸せになる、はい、お母さんの笑顔は子供が一番喜ぶ、うん、でお父さんもホッとする、はい、だからそういうためには日本の女性は全員女神ですから、その女神性を取り戻すというのは本音を生きることなんです、はい、で女性がそれができるようになると男は後からついてきます。子供はお母さんの背中で育ちます、はい、だからお母さんが援助してない国なんて幸せにならないんですよ、ね、あるわけないですね。家庭もそうなんですよね。だから分かりやすいとこはそれから身の回り10メートルを楽園にしてください。花を植える、ハーブを植える、はい、ね、そうしたらミツバチやってくるでしょう、ね、確かに、うん、うん、もうここでミツバチ救えてて、でミツバチは半径2キロを幸せにしてくれてる。すごいですよね、ミツバチくん受粉してくれてる、うん、はい、それで、はい、まあ先住民とかそういうちょっとこうつながった人からハニーさんはもうその100人とか1000人の前でお話し会やるのやめてください。はい、うん、で奥、少なくとも奥で、できれば数十億の人に話しかけてください。全地球ってことじゃないですか、うん、で鎮座して動かないでくださいって言われたんですよ。でだけどそれこうやって会わないと伝わらないしとか、そうですよね、ずっと思ってたから、うんうんうん、でそれは何のことかと思って、やっと例えばこの間 NHK のラジオ深夜便に出てました、はい、70万人の人が聞いてくれて2日間僕喋りました、はい、50分ずつ、はい、すごい反響です。確かに。だけどでもそれは70万人じゃない。70万人ですよね。奥には全然届いてません。まして数十億に届いて、うん、でニュージーランド、オーストラリアを講演した時にブリスベンでミツバチをプレゼントする女性が男性にね、
一番素敵だという話を聞いた瞬間にまたドーンと来たわけです。また来たんですね。分かったと思ったんですよ、はいはい、でそれが実はあの次、うん、ですぐ次行ってです。はい、はい、次ですね、はい、エコマーク、はい、つまり今エコマークっていうのは世界に400個あります。それから認証マークってなるともう限りなくあるけど、はい、皆さん理解してないですよね、うんうん、でこれを世界でたった1個に統一する。そうすると言語は違ってもそれからちっちゃい子でもお年寄りでも、はい、ね、いろんなハンディがあってもあのそのマークがに込められた意味が分かれば、はい、正しい商品選択生活選択ができるっていうことなんです。でその中に込められたものというのはあのミツバチは環境使用生物というあのミツバチが幸せなら別名を持ってるんですよね。あの人間も幸せという名前を持っているので、はい、でまあ、その6つというのがこれなんですよね。はい、でポリシーは6つ、はい、空気を美しく、水を美しく、土を美しく、食を美しく、はい、からこれ全ての命を美しく、地球を美しく、この6個、はい、たったこの6個の込められた、あの思いのステッカーを、はい、レストラン、カフェ、病院、学校、家の表札、自分の名刺、うんうん、くっつけていくんだ、区役所、県庁、ね、何でもいいんですよ、はい、あらゆるところに自己宣言です。これ宣言マークです。要するに認定認証とすると権利が発生してまたお金の話になるからこれはうまくいかないで、だから書いてくれた子には著作権フリーでお願いして書いています、うんうん、で、皆さん にあのそれを世界に配って、はい、あの簡単だから、うん、でつまりそ、あのそれが貼ってあるレストランを 見かけたら安心して入れるでしょ。うん、で宣言だから全部できてないから、もし入って入り口で店員さんに尋ねるわけです、はい、この6つのうち何ができているか、そしてできてない部分はどう向かっているかということです。で それに対して店員さんが真摯に答えること、これが本来の地球市民の役割なんです。それを皆さんサボってるだけ、尋ねない重さ課される。そっか、じゃあ谷さん質問です、はい、私が自分の持っているものに対してこの宣言は私がするぞってなったらこのシール貼っていいわけですか。もちろんです。ただ自己責任であるし市民同士の愛の交換ですから、はい、ですから問われた時にちゃんと答えられること、答えられること、口をつぐむようだったら市民は一旦剥がしてくださいと言ってほしいんです。あなたまだダメですよって、うん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 、頑張ってもうちょっとしてから貼ってくださいって言えばいいんだ。そうで、うん、これが病院に、幼稚園に、学校に、でレストランに、そしてホテルに、はい、うん、それから個人の名刺、それからピンバッジ、おお、うん、あっちこっちに貼られたりつけられたりしてたら、もう簡単ですよ。だってこうやってさ、もしつけてたら、で俺がつけてたらここで愛の会話が始まります。あ、もしかしたらですね、ホイリンラブかもしれないですね。すごい。だってその価値観が合ってるかどうかってすごい大事じゃないですか。すごい大事。そんなもう結婚して5、6年目に気づいて、あ、もうそれは悲しい、失敗したって嘆いてるでしょ、みんな。なるほど。ここが合ってなかったらうまくいくわけないよね。そうですね。友達だっていう夫婦だってさ。だからそんなもん簡単なことなんですよ。でこれを今世界に広めて、でそれができるとどうなるかというと、はい、これもいいです。はい、うん、うん、まあ、あの地球がハッピーになっちゃう、ハッピーになる。で音楽とかその芸術にそういうものを乗っけていくと、あの広がりやすいよねって話があります。はい、はい、なるほど。つまり何が変わるというと、お金の流れが変わります。つまり、はい、そういう優しく柔らかいお金の流れが始まっていく、要するにお金の流れで社会の仕組みが構成されていますので、はい、でそれで例えば農薬売ってるとか大損したら、環境浄化であのいいものがたくさん出てます。そういうものをお願いして飽きなってもらって、全国に全世界に巻いてもらって、うん、で儲けてもらう。この人たちは自分が作った環境ジョーカーのものが、はい、世界へ広がって利益が入るということを、僕はこっちサイドにもこっちサイドにも今話していますので、わかりました、はい、簡単に言うと、もう究極お金の流れを変えてしまえばミツバチも守れるし、で全ての今日本中に世界中にある不都合な真実は全部これで解決できる。わかりました、はい、貴重なお話をあの私も頑張って伝えていきたいと思います、はい、詳しいお話とか今後の話また改めて聞かせてください。本日ありがとうございました。ありがとうございました。